こんにちは、アイユーです。今回は、おととい来たアップで内容について、お知らせや変更点を見ながら解説していきます。それでは早速お知らせから見ていくと、一番上にはいつも通りタイトルイベントのお知らせがあります。スクールバンドイベントの第2章が始まったみたいなんだぜ。続いてはスキン関連のお知らせで、ミントウエハース味とロックスター味のスキンが新実装されてピックアップガチャが来てるみたいです。新しいゼリースキンセットも実装されて、こちらもピックアップガチャが来てるみたいです。そして最後はバランス調整についてのお知らせで、今回のアップデではロックスター味クッキーと宝物の禁じられた魔法の書のかけらが強化されたみたいなんだぜ。ロックスター味はレアクッキーなので、どれくらい強化されたのか気になりますね。レアクッキーはスーパーレアクッキーよりも能力が尖ってて、強さの振れ幅も大きいからね。そんなロックスター味の評価動画はまた後日投稿予定なんだぜ。それで、お知らせ画面については以上で、続いてはロビー右のイベント画面の変更点を見ていきます。まずはこのお化け屋敷で宝探しというイベントについてから、このイベントはミッションをクリアして移動ポイントを貯めて、移動しまくって報酬を獲得していくイベントですね。鍵が必要な場所もあるけど、鍵は移動しまくってたらどこかで手に入るんだぜ。それで続いてのイベントは農場ランのミッションイベントで、農場ランを遊んでミッションをクリアすることで、ジェムや称号が手に入るみたいです。称号を集めてる人は取り逃し注意ですね。そしてお次のイベントはミントウエハース味のピカイチミッションイベントなんだぜ。ピカイチミッションやクッキーチャレは、レベルマックスまで育てるつもりのないクッキーでも多少育てて報酬回収しておくと、脱出レベル経験値の効率がいいのでおすすめです。続いて、強化された魔法の書のかけらの関連イベントも来てますが、この宝物は刺されば強いけど汎用性は低くて、刺さるシーンも少ないので、育てなくても大丈夫そうなんだぜ。そんなわけでイベント画面については以上で、最後にロビー右下から入れるモード選択画面の変更点を見ていきます。まずリレー脱出にジェム2倍イベントが来てて、クチャレでは関東風味のオープンイベントが終わって、ミントウエハース味のオープンイベントが始まってるんだぜ。それでタイトルイベントでは第2章が始まってて、競技はステージ入れ替えが来てなくて、農場ランが開催中で、後のモードはいつも通りで特に変更点はなさそうです。というわけで、今回のアップでの変更点については以上となります。今回新実装されたミントウエハース味や、強化されたロックスター味の評価動画は、後日投稿予定なのでよかったらそちらも見てほしいんだぜ。そんなわけでアップで動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が参考になったと思う方は高評価お願いします。おつぶた様でした。のし。